うにゃー、どうもプラルでございます。本日はついに来ました、スイッチ版2人でにゃんこ大戦争。今ですね、一応テストっていうことで、とりあえずちゃんとねキャプチャーできてるかっていうのがね、問題なので、とりあえず、まあ、今回流しということでどんなもんなんかやっとこうかなと思います。はい、でとりあえずこのね最初のオープニングのやつは変わらないんで、スキップします。はい、で、はい、なんかボタン押すにゃって書いてるんですけど、こちらですね、2人でにゃんこ大戦争ということで、かなりテンション上がっているんですけれども、ちょっと始めていく前にですね、とりあえず1個注意点の方をねお話ししていこうかなと思います。一応ですね、パソコンとテレビの方でですね、あれ待って画面戻ったんだけど、遅延が起こってて、テレビの方で繋いだら遅延が起こってない、まあパススルーって言われるものかな、まあどっちがちゃんとキャプチャーできてるかわからないんで、まあちょっとタイミング合ってなかったら申し訳ないということで、まあ訪れが多分であるのは当たり前ということでよろしくお願いします。それでは行きましょう。なぜか知らないけどね、なんかまたオープニング、もう押すの？押すよ！にゃっ！はい、初回限定キャラ引き換えキャラクター猫ブラザーズを入手しました。こちらもですね、ちょっと後々ご紹介したいと思います。はい、これも期間が決まってるんでね。で、今回はですね2人でなんですけども、1人で、ソロぼっちでいきたいと思います。はいはい、ということでですね、すごい懐かしいな、懐かしくねえよ、最近また始めたばっかだわ。ということで、またですね、日本編の方回らないといけないということで、やっていきたいなと思います。はい、じゃあとりあえず行きましょう。なんかすごいね、スイッチのコントローラーでにゃんこをするっていうのはね、すごいね。はい、敵の城を攻め落とせということでね、ちょっとね、初心者っぽくいきたいと思います。はい。で、キャラクターについて、このアイコンにカーソルを合わせて A ボタンを押すかタッチするとキャラクターが生産されるぞっていうことで、今回はボタンっていうかコントローラーなんでタッチができないっていうことでボタンできます。はい、キャラクターについて、ただしキャラクターの生産には画面上のお金が必要、お金が貯まるまで待つのだ。はい、ということで、これであれですね、LR でこれ選択できるんだね。へえ。キャラクターの生産、早速キャラクターの生産だ。下のアイコンを選択して A ボタンを押すかタッチしよう。はい、キャラクターの生産、生産されたキャラクターは自動的に敵や城を攻撃するぞ。お金を貯めてどんどん生産するんだ。まあ、これはいつも通りということで生産します。はい、おお。で R であれですね、カメラ視点が変えら、どれ、あ、これか、これで変えられるんね。ほうほうほう。お金を増やそう、 L ボタンを押すか左下の働き猫をタッチするとお金の増えるスピードがアップ。はい、でこれは R でできるんで、これ便利だね、すごい便利で、これであれか、まあ、ボタンで、でもしねスロットの方が下の方が出てたからね、そっち出すという感じ。なるほどね、おーわー、すごいですね。なんか敵が飛ぶとさ、なんかどっか飛ぶんだけど、ん、気のせい、さっき飛んでなかった、気のせいか。まあ、とりあえず今回猫しかいないんで、猫、おお、あ、ほら、飛んでった、何これ飛んでったんだけど、あ、何これ、違う、普通に、あ、はい、にゃんこ砲です。なんですけど、お庭しか出せないんでね、とりあえず出せません。何これ、この吹っ飛ばしは何なん、何があるの、なんかご臨終する場合と普通になんかこの画面にドーンって出てくる場合、あとね、ちょっとね、もしかしたらね、コントローラーのカチャカチャ音が多分気になるかなと思うんですけども、ちょっとここはちょっとご了承ください。ちょっとね、マイク環境も全然整ってない状態で今ね、キャプチャーをやっているんで、申し訳ない。でですね、とりあえず本当に、昨日ですね、昨日キャプチャーもね、もう本当にできなくて、もう何回も苦戦して、今日さっきもね、キャプチャーできなくてね、すごい嘆いてた、できた、あ、はい、勝ちました。はい。最後のカステラですね。てかなんか背景変わってますよね、全然。普通のスマホ版と違う。お宝が開放、各地に眠るお宝を集めて強力な特殊効果を発動させるのだ。アイテムショップが開放されました。ステージクリアに役立つ様々なアイテムを購入することができます。にゃんこミッションが開放されました。様々な課題、あ、にゃんこミッション追加され、あれすごいね。へえ、新たなキャラクターが出現しました。これタンクってあれかな、まあ、いっぱい出てくるな。はい、編成です。おお、この画面すごいですね。とりあえずですね、これは、あ、これ選択するときなるんね。わ、でレアガチャとかは左下に来てるんだね。へえ、なるほど。ちょっといろいろ見てみましょうか。まあ、今回はですね、初見プレイということで、
うん、まあ、にゃんこ自体はやってるんですけども、ない、ウィー、あの、ウィーじゃねえ、どんだけ昔なのね。スイッチ版は初っていうことで。はい。タンクネコですね、ゲットしましょうか。はい。とりあえずどうしようかな。あ、アイテムショップ。へえ、でもなんかまだ押せない気がするな。だよね。猫感がないもんね。で、これあれだよね。課金制じゃないよね。もう実際もう一回お金払っちゃえばもう、あれだよね。猫感の方は、まあ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 ゲットできるんじゃないのかなと、ちょっと思うので、とりあえずちょっと、いや全然足りねえな。じゃあ戻るか。普通に行きましょう。あ、で、これでセーブができるんですね。プラマイで。プラマイでセーブ。これまでのデータをセーブ中。ってことは、これを、ってことはガチャテーブルってどうなんだろうね。ちょっといろいろと気になるところがたくさんありますね。ちょっと襖は？襖できないのかな、これって。できなさそうだね。はい。まあとりあえず、ちょっといろいろとね、感動しながら行きましょうか。はい。アイテムの商法ですね。もうなんか飛ばしちゃってるな。まあいいや、じゃあとりあえずですね、次佐賀県やりながらお話ししていきましょうか。行きましょう。とりあえずね、スイッチ版っていうことでですね、まあ今後ですね、もしかしたら、まあ、どういったね、その、なんつうん、攻略っていうか、まあ、収録をしていくか、まだ決めてはいないんですけど、まあ、とりあえずですね、まあ、急ぐことはないんで、ゆっくりね、実況していこうかなと思います。はい。で、一応、土日に関しては、本気でやろうかなと思うんで、とりあえず、今日は木曜日ということで、明日金曜日、ですね、まあ、次の日も仕事がございますので、今日はとりあえずね、何個か動画の方をね、収録いたしまして、今回は終了っていう感じでしましょうかね。うん。で、スタミナの方も、これも多分時間で増えていくよね、ちゃんとね。うん。これどうなんだね、Wi-Fi 環境なくても大丈夫なやつなのかな。これいまいちわからないんだけど、これ。ほら、普通にさ、天国っていうか、ウィーンって上がっていくタイプとさ、吹っ飛ぶタイプ。なんだろうな、この違いは。まあいいや。これね、二人でやりたいな。うん。めちゃめちゃ二人でやってみたい。どうなんだろうね。いつかやろう。うん。いつかやろう。まあ、とりあえずね、まあ、収録環境ができる状態でね、誰かさんとできる場合、ちょっとね、やってみたいなと思いますね。いや、でもすごいね。今ね、あのね、画像を載せられてるかわかんないんですけど、二画面でやってるんですよね。テレビと、その、パソコンで、あ、勝っちゃった。やりながらちょっと話しますね。はい。ってことは、ユーザーランク12で。次、鹿児島県の方行きます。行きましょう。とりあえずですね、今後本当に、まあ今ですね、スマホ版の方のにゃんこ始めたての感じなんで、また日本編回るのかっていうね、嫌気さしそうで、で、しかもまたね、一からこのやっていく動画を載せるってなるとね、ちょっと見る側もまた苦痛なのかな。まあスイッチ版だから少し多少変わってるから、って感じなんですけどもね。まあもしかしたら収録外で、まあちょこちょこっとやって、で、それであれかなっていう。まあ、それはまだちょっと、なんとも言えないなぁ。それはちょっと考えよう。今後考えよう。まあ、とりあえず進めるところまで進めていくっていう形でいきましょう。で、そうですね。まあ、レアガチャとかもね、ただで引けるんで、まあ、それもどういう感じでゲットできるのかっていうのもちょっとやっていきたいと思います。はい。とりあえずこれどれくらいやってるのかわからないけど。あ、でも割といい時間ですね、今。うん。一応今回ノーカット編集でいきたいと思います。あ、わかんない。ちょっとカットぐらい。そう、だから、うん、まあそんな感じでよろしくお願いします。で、画質がすごいいいんですよね。うん、やってみて。あとはやっぱ背景も変わってるから、まあちょっと新鮮さっていうのもあるし、あとはやっぱコントローラーでやってるっていうのもあるからね、すごいそこも新鮮かなって思います。まあ、あとはそこまでは変わったものはないかな。まあ今後の、あれこれ未来編もあるんだっけ？なんかどこで終了だかはちょっとわからないんですけど、まあ、もしかしたらあれかね、追加のダウンロードとかで、おいおいどんどん新しいステージとかも出てくるのかなっていう感じがするんで、まあできればですね、早めにちょっと、こちらの方でね、クリアしていきたいと思いますね。はい。まあとりあえずちょっとこの後ですね、まあ何時間か時間があるんでね、まあちょっと動画撮りつつ攻略の方へしていきたいと思うんでよろしくお願いします。はい。いや、ちょっと疲れたな。一番最初で舞い上がって、もう後半もうね、クタクタだからね。さすがそうだよな。疲れた後にこれだもんな。大変だよ。そうですね。まあ、とりあえず。で、一応999円分買ったんですけどもね、1500円のプレペイドしかなかったんでね。お、ありがとうございます。新たなキャラクターが出現しました。はい。
まあそんな感じですね。まあとりあえず今回はこれで終了にしたいと思います。はい。で、一応、まあ、どんなもんだかっていうのをちょっとね、お試しにやってみたんですけれども、あ、ちょっとセーブしましょうか。はい。簡単にセーブできるね。まあ、一応セーブ機能もついてて、その、まあ、DS 版のニャンゴやったことがないんで、まあ、同じようなのかはちょっとわからないんですけれども、まあ、一応ですね、まあ、普通のスマホ版とは、まあ、ちょこっとね、表示が違うのとか、まあ、さほど変わりはないかなと思います。あとは、あ、ほう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 、にゃんこミッション、はいはい、これはどうすんの、これはどうすんの。あ、いいのね。でミッションで結構いろいろゲットできますね。ほう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 、まあ、これで猫缶とかいろいろゲットしてガチャの方を回していくっていう感じかな。まあ、課金制がないんでね、どういう感じでね溜まっていくのかわからないんでね、それもちょっと楽しみながらやろうかなと思います。はい。ということで今回はですね、なんと、スイッチ版のニャンゴの方やってみたということで、とりあえずどんなもんだかね、実験的にやってみました。また今後ですね、こちらの多分動画メインにやっていこうかなって思うんでですね、まあ、とりあえずゆったりとやっていきたいと思うんで、よかったら次回もご覧いただければなと思います。ってことで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。